我らが大地ルーナジア、この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧、あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった5つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなた、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の5つ、そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に習い大陸制覇に向かう6つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たした時、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きた全ての、そしてあらゆる物語を。
掲げよ。今こそ正義の名のもとに戦う時だ。姉妹よ、エルザ、あなたたちは知るでしょう。ジ、我はグスタファ神聖帝国皇帝ティム・グスタフ。わ、このルドマルコと戦うつもりか。お前らごときでは相手にならん。身の程をわきまえるがいい。くれそうだな。このステラが相手してやるよ。ありがたく思いな。これはかなり古い時代のタコツボだな。でも55クオーネルはちょっと高いな。ねえステラ、そう思わないかい。はあ、どうでもいいから早く帰よ、オープ。さっきから飲みすぎじゃない？ねえおじさん、このタコツボを30クオーネルに負けてくれない？ダメだダメだ。そいつはな、かのキャプテンハーメット様の船の中で見つかった由緒あるタコツボだな。普段なら100クオーネルはくだらんぞ。やい、この強欲親父、
タラタラ嘘ついてねえで、そんな小汚ねえ壺タダでくれてやれっての。なんじゃと。おいおい、ステラ、嘘だとはなんじゃい。どうしてそんなことお前さんに言われにはならんのじゃい。まあまあ、おじさんも嘘だから嘘つきって言ったんだよ。キャプテンハーメットはな、タコの匂いが大嫌いだったんだよ。船にタコ壺があるわけねえだろ、このタコ。何を、この小娘が勘弁できねえ。これでも俺はな、昔は人食いザメのジョーって呼ばれてよ、ここらの海じゃちった知られた男だったんだぜ。さっさと謝れば許してやるが。ああ、ごめんなさいごめんなさい。このタコ壺55クオーネルで買わせていただきます。何が人食いザメだよ。人食ったようなこと抜かしやがって、タコが。このタコ壺でも食らいやがれ。よし、巨岩砲の届く距離だ。プルート、2、3発ぶち込め。そんな無茶だよステラ。あの船には自我のブリガンダインが乗ってるんだよ。船を沈めちゃったらどうするの。その時は潜って探してくりゃいいだろ。さっさとお見舞いしろ。雇われた海賊か知らねえが、このミレレバの海で仕事ができると思ったら大間違いだよ。昨日は我がカサドラ島からこのミレルバ本島に自我のブリガンダインを移送中、不幸にも正体不明の海賊に襲われ大変なことになったが、ここにいるギニアムハーメットの霊場であらせられるステラ殿の活躍で。カサドラの首領、もうその話はいいんじゃないか。ああ、
おいおい、ステラ。それよかさ、今日からミレルバ諸島連邦の代表議長はパパのギニアム・ハーメットが務めることになるんだ。昨日オタクの船を襲った連中のことをもっと詳しく話してちょうだいよね、パパ。なはは、亡くなった母さんに似て相変わらずせっかちじゃのお前は。だがまあ、ステラの言う通りじゃ。わしもな、常々感じておったんじゃが、わしら海賊の末裔はお互いを認め合ってこうして仲良く連合としてやってきた。だがの、ここに来てそれもどこまで持つもんかと思ってたところよ。どこまで持つか、ハーメット殿。いや、あえて昔の名前で呼ばせてもらおう。マーメイドギニーよ。わしらの連合がこのままじゃ崩壊しちまうっていうのか。マンタのトミー、誤解してもらっちゃ困るでよ。わしらの結束が緩むなんてこれっぽっちも思うわけねえさ。そうじゃねえ。だがよ、昨日のチンピラの海賊どころか、ここんとこマナサリージアだのガイムールといった、かつてはよ、俺ら海賊を蔑んでた国々がどいつもこいつもおかしくなってるだろ。確かにな。グスタファとノーザリオ、それにマナサリージアとガイムール、もともと仲の悪い連中がここに来てドンパチ追っ始めたっていうじゃねえか、兄弟。